続いて、国立会議録の国立国会図書館での所蔵と利用方法について見ていきたいと思います。国立国会図書館では、1960年代から、科学技術分野全般の会議録の収集を開始しています。開始しました。近年では、情報通信、電子、電気、機械、材料、環境、エネルギー分野を重点的に収集しています。1985年以降の外国観光の国際会議録は、主として関西館で所蔵しています。M17 という請求記号をつけて整理しています。それ以前のものと、国内観光の国際会議録については、東京本館で所蔵しています。国内観光の国際会議録は、納本制度による収集なんですけれども、外国観光のものは、選択的な収集によって、購入によって収集しています。で、会議録の、利用については、こちらのようになります。はい、それでは ND レオパークでの検索をご説明します。国際会議録の、検索は、ND レオパークの詳細検索画面で、資料の種別の、資料種別の、図書と雑誌、電子資料にチェックを入れて、会議の名称や主催団体を、キーワード欄に入力して検索するのが基本です。また、その他の検索語として、署名やシリーズ名、開催年や開催地、会時などで絞り込む際にも、キーワード欄に入力して検索します。で、開催年や開催地は出版年や出版地と異なる場合があるので、注意が必要です。で、実際に検索をしてみます。スライド36、37枚目に例として出した、ICONE の10回目の会議録について、検索をしてみた結果になります。キーワード欄に、会議の名称、略称である ICONE を入力して、検索します。で、そうすると、ICONE っていうのが、10っていうのが出てきます。で、これが書誌情報で、この所蔵場所ごと関西館っていうのをボタンを押すと、これが4冊組になっているということがわかります。で、ボール2のところに利用状況のところに日付が入っているのは、今日の、展示資料として、貸し出し手続きをして持ってきているため、ここに日付が入っているというふうになります。で、ボール1からボール4は、何ページの構成になっているかっていうのは、ですね。内容細目に書いてある場合もあるんですけれども、これはちょっとわからないようです。はい、スライドに戻ります。NDL オーパックを検索して見つからなかった場合は、次のようなことをしてみます。まずは書誌情報を確認します。会議録の略称や正式名称、開催地や開催年を確認して、会議情報が充実している目録や主催団体のウェブサイトとかを見てみます。で、あとは出版形態を確認します。雑誌に収録されている場合は雑誌名を調べます。で、テクニカルリポートとして入っている場合もあるので、その場合はテクニカルリポートとしても検索をしてみるというふうになります。続いて会議録の書誌事項の確認方法です。先ほども、ご説明しましたように、NDL オパックを検索して見つかりにくい会議録のパターンとして、雑誌に収録されているという形が考えられます。で、日本語の雑誌の場合は、雑誌記事作品、の再録基準を満たしていたら、その記事のタイトルも NDL OPAC に収録していますので検索できるんですけれども、用雑誌の場合は NDL OPAC に雑誌記事の収録をしていませんので、会議録が雑誌に収録されている場合は見つけることができないというふうになります。で、そういう場合に、効果的な検索方法としては、会議録を所蔵する機関の目録を活用します。で、会議録を多く所蔵している代表的な機関としては、英国図書館 BL があります。で、英国図書館の、蔵書検索を、使って、スライド48ページに挙げた、
会議論文を探してみようと思います。雑誌に絞ってで、タイトルからいく場合は、関心みたいなのを取ると、そうするとですね、先ほどの、BL のサイトで見た、ジャーナルドフィジク4っていうのは、11番目にあるということになります。で、その所蔵詳細を見ますと、91年から2002年までと2003年から2006年までというふうになっていますので、先ほどの2004年116巻っていうのは所蔵しているということになります。116巻、2004年10月で、そちらに展示してあるというような感じになります。はい、ではまたスライドに戻ります。英国図書館の他にはですね、カナダ国立科学技術情報機関の目録とか、JST の、目録が活用できると思います。であとは、こういったものが使えるということですね。で、次に論文名から、調べる方法を、ご説明します。で、NDL オパックでは会議録の中に掲載されている論題名で検索してもヒットしません。ですので、この場合も会議録の書誌事項を確認する必要があります。で、まずは、無料のデータベースをご紹介します。一つ目は、OCLC のワールドキャットというものになります。世界最大の書誌初動データベースです。1993年以降の情報が対象となっています。論文名から検索することができます。で、次に、先ほどの英国図書館の BLDSS ですね。で、こちらでも検索することができます。で、すいません。検索についてはちょっと割愛します。で、他にですね、BLDSS で登録すれば、英国図書館に直接複写を申し込むことができるようです。で、また、紀伊国屋書店さんとか、丸善さんを通して、このサービスを活用することもできるようです。ですので、NDL に所蔵がない場合、こちらも活用できると思います。で、その他に、ですね、このスライドでご紹介する、ウェブサイト等から、探すことができます。続いて、有料データベースについては、これらのものがあります。いずれもですね、国立国会図書館で、契約しているデータベースになります。で、館内で検索することができます。で、まとめとしまして、国内会議資料のまとめ、学協会ペーパーのまとめ、国際会議録のまとめを、スライド54から、56に、まとめております。